おはようございます。本日は道の駅5階に来ております。今回なんですけれども、千葉県に引き続き本日は茨城県の道の駅を全部回ってみたいと思います。前回は道の駅をとにかく全部回るという趣旨で行っておりましたが、今回はそれぞれの道の駅で名産を食べまくるドカ食い気絶の旅をしてみたいと思います。結果的に茨城県を一周することになります。よろしくお願いします。ということで、道の駅五花では本日ラーメンフェスティバルがやってるそうです。結構ね、店舗出てるんですよね。食べていきたいんですが、まだ朝の9時なのでね、やってないみたいなんですよ。いや、残念ですね。これ全部あれですか、茨城県のラーメンですかね。早速スタンプ押していきました。こんな感じで2種類ありました。で、当駅のおすすめローズポークマンというものがありますが、やはり地のものが食べたいということで、ローズポークマンも地のものだと思うんですが、この五花町のキャラクター五花鈴にちなんだ食べ物があります。これですね、五花鈴焼きということで、五花鈴人形焼き買ってきました。中に五花鈴がたくさんいます。10人いますね。この五花鈴ですが、頭の上にバラが乗っています。このバラ、五花町のイメージの花なんですね。あとはこれ、体はね、水色をしているんですけども、本来はこれはね、利根川の水の色を表しているそうです。まあ、こんな感じでいっぱいいるんですけども、まあ、ベビーカステラみたいな感じですね。普通にこれ美味しいです。それでは次の道の駅に向かいます。ちなみに茨城県の道の駅は全部で16カ所あります。続いての到着、枕賀の里古賀です。茨城県古賀市にあります。国道4号線沿いにある五花に続いて2番目の道の駅ですね。国道4号線はこの茨城県に限らず、埼玉県、栃木県などを経由しておりますので、いろんな道の駅があって面白いですよ。スタンプも無事に押せました。僕、今までスタンプラリーいろいろ回ってきましたが、僕スタンプ押すの下手ですね。ここは雪花ツリーだそうです。12月なのでクリスマス仕様になってます。この枕賀の里古賀にはパン屋さんがあるんですけれども、先ほどのツリーの下でですね、時間になるとロールパンを販売するんですね。これが結構人気だそうで、整理券を配るレベルだそうです。ただ本日土日はですね、11時からの販売なんですね。ちょっと来るの早すぎたなと、ということで代わりに古賀にゃんこのクッキーを買ってきました。もうね、ロールパン食べられない、残念でしたね。まあしょうがない。ということで次の道の駅に向かいたいと思います。続いての到着、道の駅堺、茨城県猿島郡堺町にあります。今日は鳥取県岩美町の松葉ガニのなんかフェアをやってますね。カニ汁200円だそうです。まあね、せっかく堺に来たんでね、堺のものを食べましょう。道の駅堺のスタンプを押しました。おすすめは沖縄のアンテナショップらしいですね。ここは沖縄県国頭村の公設の市場だそうです。まあ、せっかく堺に来たのでね、沖縄のものを買うっていうよりは堺のものを買いたいなって感じですね。では堺には何があるのかといったら、堺サンドというものがあります。これを食べてみましょう。野菜たっぷりの堺サンドを食べます。スタンプラリーもあるみたいですよ。食べかけで申し訳ないですけど、結構というか、うまいですね。さすが地のものを使った堺といえばこれということで、これ食べたら次の道の駅に向かいます。普段あんまりサンドイッチは食べないんですが、美味しかったですね。また一つちょっと別のサンドイッチを食べてみたいと思います。ということで次の道の駅に向かいます。続いて到着したのは道の駅常総、茨城県常総市です。ここは最近できたばかりの道の駅だそうです。すごいですね、道の駅に蔦屋がありますよ。今までね、そんなことありました？あんまりないですよね。ちょっと中入ってみたんですけどね、本田もあり、中子供が遊べる施設もあり、結構ね、充実した家族向けの伝えって感じですね。次、道の駅常総でもスタンプを押しました。この常総はですね、メロンパンがおすすめらしいです。めちゃめちゃ並んでましたけど、並んで食ってみましょう。今並んでるんですけどね、焼き時間があるそうで、結構完売することが多いですね。この超ビッグ、大きなメロンパンはもうすでに完売しているそうです。すごいですね、ほとんど完売ですよ。メロンパン買いました。ものすごい人気でしたね。これね、カスタードが入ってるらしいです。後ろに並んでる人が10個くらい買ってましたね。とりあえず残ってるものを買ってきたって感じですね。でこれ買うときにね、レジでありがとうございました、ハッピーメロンって言われますので、もしよかったらこれ買いにね、ハッピーメロン気にしてください。カスタードが横から出てきました。
これはね、確かにうまいわ。カリッとした食感とカスタードの甘い味、これね、おすすめ。マジでうまい。並ぶ価値ありますよ。ということで、道の駅常総でした。東関道常総インターのすぐ近くにあるので、ぜひ立ち寄りを。それでは次の道の駅に向かいます。続いての到着、道の駅下妻です。茨城県下妻市にあります。道の駅下妻にはこのように展望台がありまして、こっち側には筑波山がよく見えます。今日は天気がいいですね。バッチリです。道の駅下妻のスタンプ台はちょっとピンクが薄いですね。おすすめは福よこい納豆シリーズだそうです。こういう食堂もあるんですけどね、納豆だけのメニューがあるんですよ。100円なんですけど、納豆だけ頼むのはなんか申し訳ない気がしますよね。かといって納豆3パックを一気に食べるのもなんだか嫌な感じがしますが、ここに納豆コロッケというものがありましたので、これで補いましょう。これ納豆食えるわ。ということで買ってきました。あらかじめ醤油で味がついているそうです。これね、もう口に含んだ瞬間納豆の味がするんですよ。ただね、あの納豆ってネバネバしますけど、あのネバネバした糸が出てこない、糸がない納豆を食べているような感覚がします。ということで、道の駅下妻でした。それでは次の道の駅に向かいたいと思います。続いて到着しました、グランテラス筑西です。茨城県筑西市にあります。このグランテラス筑西も令和になってからできた割と新しい道の駅です。ベーカリーだったり、バーベキュー、ドッグラン、フードコート、レストラン、農産物、物産直売、いろいろありますね。グランテラス筑西はゴジラの撮影地みたいですね。ゴジラの足跡スタンプです。で、おすすめは片塩焼きバターとなってます。多分オススタンプを間違えました。こっちが正しいスタンプですね。おすすめはパンダということですが、下立のご当地ラーメンもあります。ここには上りもありますが、茨城県筑西市の C1266号機、これは真岡鉄道ですね、下立駅から走っております。非常に広いイベントスペースがありますね。遊具だったりとか、奥にはバーベキュー場、結構いろいろできる道の駅ですよね。こちらが道の駅グランテラス筑西にあるラーメン田倉さんです。下立ラーメンということで、醤油の昔ながらのラーメン、鶏ガラスープですね。うひょーって感じですね。それではいただきます。麺は低加水の麺を使用しております。結構縮れた感じがしますね。いや、美味しそうです。ラーメンさくらさん、ごちそうさまです。下立ラーメンは昭和20年代頃から歴史を持つ濃口醤油スープに中細縮れ麺ということで、非常に美味しくいただきました。これにはもう倒れた卓上調味料を元に戻し、厨房に元気な挨拶せざるを得ません。さて、僕にはラーメン YouTuber はできないと悟ったところで、最後にセイコーマートがあります。素晴らしいですね。セイコーマートって北海道のコンビニなんですけれども、茨城県にもあるみたいです。それではグランテラス筑西を楽しんだところで、次の道の駅に向かいたいと思います。続いて到着しました、道の駅笠間、茨城県笠間市です。この道の駅笠間ではモンブランが有名なんですかね。日本一の栗の産地、茨城県。その中でも笠間市は栗の栽培に適した環境を背景に、笠間の栗菓子が溢れているということみたいです。このパスタにしか見えないですよね。すごいな。 0.5 ミリらしいですよ。道の駅笠間のスタンプも押しました。やっぱりモンブランが有名みたいですね。ということで、これがモンブランです。これモンブランですか。すごいですね。線が細い。 0.5 ミリだそうですよ。これね、粗塩もついてますね。これをつけることで甘さが引き立ちますということみたいです。そうめんのような栗の中には生クリーム、栗のペーストがついています。そして塩をつけてこうかな、食べるとどうでしょう。あ、うまい。確かに甘さが引き立つ。もう食べ終わるんですけれどもね、やっぱり塩つけた方がうまいですね、これは。ということで、モンブランの美味しい道の駅笠間でした。それでは次の道の駅に向かいたいと思います。続いて到着しました、道の駅桂。ここは茨城県東茨城郡です。駐車場はキャンプ場も兼ねているようで、テントを張っている方が多数いらっしゃいます。ここでキャンプしていいんですね。多分無料でしょう。道の駅桂のスタンプを押しました。これは中川大橋ですね。
で、おすすめはカツドラだそうです。ドラ焼きなのかな。おそらく茨城県内で一番最初にできた道の駅行ったと思います。道の駅カツラ、まあ、結構こじんまりとした感じの道の駅ですね。そして買ってきました。これがカツドラ。いろんな味がありました。今回は白あんを買いましたが、で粒あん、こしあん、柚子などいろいろ味は選べます。道の駅カツラで製造直売している白あんのカツドラです。じゃあちょっとこれいただきましょうか。うん、普通に美味しいドラ焼きですね。これだったらいろんな味試していいと思います。全味買ってもいいですね。じゃあ全部の味買っても600円くらいあると思います。一応ですね、お願いと書いてありまして、ここはキャンプ場ではありません。柵内でのキャンプバーベキューは禁止ということなんですけれども、まあ、柵内って多分この芝生のことなんじゃないかなと思います。多分それが柵でしょう。その柵の外だったらキャンプ、テントを張ってもバーベキューしてもいいということなんですかね。結構皆さんやってる方多いですね。こんな感じです。キャンプの焚き火の煙がすごいですね。そして目の前にかかっているのが中川大橋です。スタンプにあった橋ですね。それでは次の道の駅に向かいます。続いて到着しました道の駅三輪です。ここは茨城県常陸大宮市です。道の駅三輪でもスタンプを押しました。道の駅三輪では天ざるそばが有名だそうで、結構美味しいっていう評判みたいなんですが、残念ながら手打ちそばの北斗庵というんですかね、もう閉店してしまいました。4時までやってたんですが、現在4時20分、20分ちょっと遅かったですね。道の駅三輪にはね、あんまり食材も地のものっていうものがちょっと見当たらなくて、なんとか絞り出して買ったのが鮎の炊き込みご飯のおにぎりです。100円でした。値下げしてました。よく人側に握ったおにぎりは食べたくないっていう方いますが、多分これはねサランラップの上で、ま、握ったやつだと思います。どれ食ってみましょう。鮎混ざってるかなという、ちょっと確かに魚の風味はありますね。だいぶ暗くなってまいりました。それでは次の道の駅に向かいたいと思います。すっかり暗くなってまいりました。夕方の5時、到着したのは道の駅常陸大宮です。常陸大宮のスタンプも押すことができました。当駅のおすすめは久慈川たけのこメンマだそうです。あと常陸大宮はですね、エゴマも結構人気があるみたいですね。エゴマラーメンというものがあります。ということで買ってきました。久慈川のたけのこメンマ、これね多分美味しいと思うんですよね。これ帰った今すぐは食べられないんでね、家に帰ったら食べましょう。なんかお酒のおつまみとしてね。でこのお土産のメンマだと今すぐ何か食べられないので、これを買ってきました。常陸大宮エゴマまんじゅうです。なんか不思議な色のおまんじゅうですね。緑っぽい感じの色してますよ。じゃあいただきます。なんとなくごまの風味が香ってくるような気がしますね。175円でした。それでは次の道の駅に向かいたいと思います。本日最後の到着です。道の駅奥久慈大吾に到着しました。茨城県大吾町、観光物産館もありますね。この辺りだと袋田のお酒が有名ですよね。道の駅奥久慈大吾のスタンプも押しました。おすすめは奥久慈シャモ親子丼だそうです。ただ残念ながら本日の営業は終了してしまっております。まあ、残念ですが食べられないものは仕方がありません。メニューもいろいろありますね。時刻は17時52分。もう本日の道の駅は閉店ガラガラというところですが、この道の駅奥久慈大吾はですね、2階に温泉があります。今日はその温泉に浸かってから終了したいと思います。この温泉8時半までやってるそうです。ということでお風呂入ってきました。500円で入れるのは安いですよね。お風呂は一つしかないんですけれども、全然ね、この辺りで入れるんだったら全然安い方だと思いますね。さっぱりしました。ナトリウム泉だったと思います、確か。道の駅奥久慈大吾で温泉に浸かりまして、本日の道の駅巡りは終了ということになります。また明日ですね、残りの5駅回っていきたいと思います。それではおやすみなさい。おやすみなさいと思ったんですがね、ちょっと移動してきました。ここは道の駅里見です。里見まで来たんですが、里見はね、思ったよりちっちゃいんですよね。普通車15台、大型車7台くらいしか止まらないんですよね、駐車場が。
思ったよりね、規模がちっちゃい道の駅なんですね。で、しかも、これね、スタンプラリー、24時間空いてるんですよ。ここに、藁で作ったアンパンマンがおりますが、中入れるんですね。道の駅里宮、お蕎麦も美味しいみたいです。お蕎麦もね、あるんですが、レストランが11時オープンなんですね。ここにメイちゃんの顔はめ看板もあります。でね、ここにスタンプあるんですね。こうやっていつでも押せるんですよ。今暗くて山の稜線くらいしか映りませんが、日中はもうちょっと綺麗な景色が見えるそうですよ。いや、ちょっとこれは残念ながら道の駅里宮、何も食べずに終わることになりそうです。あとここにですね、馬刺しの冷凍があるんですけれども、これ食べられないかなと思ったんですけど、解凍する手段がないんですよね。一応トイレの水で解凍することはできるんですけど、ちょっと衛生的にちょっと考えものなのでね。一応里見のスタンプを押しました。当駅のおすすめは天ざる二色盛りだそうです。そして翌日になりました。最初にやってきたのは日立お魚センター、茨城県日立市にあります。日立お魚センターのスタンプを押しました。当駅のおすすめは身勝手丼だそうです。自分の好きなものだけで海鮮丼作れるらしいですね。じゃあ僕も身勝手丼作っていきます。予算はね、1500円くらいで、こうやっていろんな素材があるので、これを持っていくわけですね。ということで、僕が選んだセットこちらになります。ネギトロ、サーモン、マダイ、アジ、タタキなどなど、いろいろこれ載せまして、こちらミス飯ですね。普通盛りで100円です。乗っけ終わりました。これで1710円ですよ。結構なボリュームじゃないですか。アジのたたきが乗り切られなかったんですね。朝からこんなに贅沢していいんですかね。まだ朝の9時ですよ。ごちそうさまでした。ご飯中盛りに対してネタ6つは多すぎましたね。3つか4つくらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。苦手丼はおそらくお昼時になるとすごい行列になると思いますので、なるべく早めに来た方がいいかなと思います。その方がネタも残ってるんじゃないですか。一応こういう丼物のお店もあるわけなんですけれども、自分で自分の食べたいネタを食べたいんだったら、さっきの苦手丼がいいのかなと思います。ということで、日立お魚センターでした。それでは次の道の駅に向かいたいと思います。続いて到着しました道の駅日立太田、茨城県日立太田市です。日立太田の近くには竜神大吊り橋があります。有名ですね。バンジージャンプをするところです。日立太田のスタンプも押してきました。で、日立太田のおすすめはレストラン旬菜ということで、地元の旬の食材を使ったイタリアンということみたいです。あとは、ね、ここに日立太田チーズ工房っていうのがあるんですけども、このチーズも多分イタリアンで使っているんでしょうね。スタンプにもなっている上手さんです。なんか日立太田に住んでる鶴がモチーフらしいですね。イタリアンのお店はまだやってなかったので、日立太田ラーメンを食べたいと思います。ここなら10時からやってます。ということで到着しました。日立太田ラーメンです。地元のポーク、地元で採れたネギを使っております。透き通るような塩のスープ、それからもちもちとした麺、これね結構美味しいですよ。美味しくいただきました。ごちそうさまです。なんか Google の口コミを見ると味噌の方が人気っぽいですね。今度来たら味噌も食べてみたいと思います。朝から海鮮丼とラーメンを食べてしまいました。結構お腹いっぱいになってますが、まだまだあと2駅ありますからね。残りの2駅も巡っていきたいと思います。それじゃあ移動します。続いての道の駅玉造り、茨城県行方市です。道の駅玉造りのスタンプ申しました。当駅のおすすめは行方バーガーです。道の駅玉造りといえばこの景色でしょうね。霞ヶ浦のたもとにあります。目の前には霞ヶ浦大橋、反対側に渡れるんですね。今日は天気がいいので奥には筑波山も望めます。その噂の行方バーガー食べるんですが、4種類あります。ナマズとカモ、コイ、豚、それぞれの具が入った行方バーガーですね。とりあえず今回はナメパックンというものを頼みました。ナマズが使われているようです。ということで、これがナメパックンらしいんですけれども、ナマズでできてるって何ですか。名前食べたことあるんですけどね、でも5年前の話です。どれがナマズか分かんないわけなんですけど、なんかバンズに練り込まれてるみたいですよ。
普段ナマズを食べないので、ナマズがどんな味なのかわからないということなんですけどね。ということで、このナメ型バーガーのナメパック、ナマズの味がするそうですが、ちょっとよくわからないですね。あ、結構、このパンっていうか、肉は肉肉しい感じがしますね。なんかあんまり魚を食べてる感じはしないです。ただやっぱり食べていくと感じますね、魚の生臭さみたいなものが。美味しいですよ、本当に。ナマズが珍味なのかどうかわかりませんが、まあ美味しかったです。それからですね、物産展にはコインの刺身とか、あ、こんなのあるんだっていうのが売ってましたね。多分ここの特徴なんでしょうね。この霞ヶ浦で獲れたアメリカナマズっていうんですね。それからコインなんかが調理して売られています。というわけで道の駅玉造りでした。ちなみに玉造りというのは昔の町の名前ですね。ここは昔玉造り町だったんですが、合併して行方市になりました。それでは次の道の駅、最後ですね、次が向かいます。到着しました。最後の道の駅です。道の駅板子、茨城県板子市です。道の駅板子のスタンプも押しました。おすすめはジジドラだそうです。茨城県の米粉を作ってふっくらと焼き上げたドラ焼きということです。これですね、道の駅板子特製ネジドラ、フルオイパンで販売中ということで買ってきました。こしあんを買いました。美味しそうですね。道の駅の裏にはゴルフ場もあります。いろいろ楽しめそうなところが満載です。それでは道の駅最後のお食事です。ネジドラいただきます。ドラ焼きは道の駅桂でも食べたかと思うんですけれども、まあ、どちらが美味しいかって言ったら、僕は個人的には道の駅桂のどら焼きの方が好きかなという感じでした。こっちはね、ちょっと甘いですね。甘いのも僕は好きですよ。ということで今回は茨城県の16カ所の道の駅を回ってみました。また一つ茨城県の魅力を知ることができましたね。また機会があれば別の県の道の駅も巡ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。